永7年、東海地方を地震が襲い、伊豆下田港を訪れていたロシア帝国海軍のディアナ号が津波により大破、沈没するという事故が起こりました。お代官様はあのオロシアの船をわしらに作り直せと仰せだ。こんな小さな図面で作れとおっしゃるんで？ロシア人の中に造船の専門家はなく、ただセルゲイ・ズボニクという雑誌に載せられた設計図だけが頼りだったのです。スチームエンジンは作らなくてよいのか。瓦の代わりに流骨を敷いて、あばら骨も必要か。なんだよあんた。その方は私がお連れしたんだ。立花様？私がオロシアの言葉を訳しても仕組みがわからねば意味がない。西洋の技術にも通じておられるカラクリ氏のマスラオさんだ。それから4ヶ月、日本初の洋式船ヘダ号は完成し、ロシアへと向かいました。捕虜！お上にお返しするあのオロシアの本が見当たりません。あれは立花様が保管すると。立花様とマスラの姿もありません。それは費用が生まれた次の年のことでした。人探しなら晩酌にでも行ってみな。知らないの？大きな城下町なんだから知らなくて当たり前だよ。だってさ。だけどなんだかひっそりしてるね。うん。富樫様何ですか？出歩かれて。当たり前だ。我らは年寄り様がお亡くなりになり、お役から身を引いただけだ。別に咎を受けてるわけではない。はいはい、ではごゆっくり。どうする、とうとうあやつ極真奉行並みにまでなったぞ。いいのか？いいも何も、今の我らに何ができる。わざわざ町外れに住み、何を企んでおるのかわからん奴らだ。客人のマスラオという男も一体どこから来たのか皆目わからん。ねえおばさん、マスラオって人知らない？ねえおばさん。いいよ。私？そう、うん。誰がおばさん？え？だから…おっ！あ、富樫様！今マスラオと言ったか？うん、え？ん？おじさん知ってるの？どこ？ねえどこにいるの？えい、やめろ！どういうことだ？ご存知なんですか？父のことを。父？マスラオの子だと？よいか嵐、ついに大からくり回帰が完成した。だがこれは始まりに過ぎぬ。
すぐさまマスラオさんには第二第三の回帰を完成させてもらう。その大艦隊を動かすのはお前だ。俺はこんなもんいらねえよ。自分で作った巫女で大暴れしてやるぜ。嵐、風神は天下を取るのだ。小さなことはもうよい。小さなこと？雪矢君と花姫をどうするつもりだ。お二人の身柄は年面様にお引き渡しせねばならんのだぞ。俺はあいつらの化け物からくりに勝ちたいんだ。それとお二人と何の関わりがある？あるよ。あいつらは戦おうとしない。だけど双子を人質にすれば必ず向かってくる。そういうやつなんだあいつは。若尾頭は巫女の力試しがしたいのですな。だから小さなことは忘れろと言っておる。小さくねえ。小さくなんかねえ。親父殿には分からねえんだ。分からんのはお前だ。お二人はとうに江戸で亡くなっていることになっている。そのお二人が旧家臣どもの目に触れてみろ。年面様のお立場が危うくなり我らにも災いが及ぶのだぞ。知らねえよそんなこと。申し訳ございません。お二人の隠し場所は未だ見つからず。必ず探し出しお連れせよ。しかしあのご様子、若尾頭はかなり抵抗してくると思いますが。少々痛い目にあっても仕方あるまい。身に染みてわかることもあるはずだ。はっ。若尾頭はからくりの楽しさに目覚められた。いいことではないですか。楽しさ？わしはからくりを楽しいなどと思ったことはないが。ん？オロシアが来ましたな。作ったからくりだ。そっちが好きか。うん。じゃあお前にやる。おいの？あ、やる。あばよ。よいか。風神はからくりの力でお家を守るのが役目。姫君たちの遊び道具など作らんでもよい。まして姿を現すなど二度とするな。姫君、まさかこんな風に会うとはな。縄がきつかったか。姉上に触れるな。うるせえな。縄締め直してんだよ。やめよ。何をする。うるせえ奴らだ。我らをどうするつもりじゃ。俺のことを覚えてねえか。お前の、わからぬ。お前は風神だ。風神などみんな同じ。同じじゃねえ。お前らは俺の人質だ。この秘密の場所は誰にもわからねえ。同じだ。江戸で母上を殺めたのも、道中我らを追い続けたのも。もしや父上が亡くなったのも風神だよ。お前らもとっくに江戸で死んでたはずなんだよ。何故風神がそんなことを。風神がじゃねえ。すべて年面様のご命令だ。おじ上がどうして。お
前が邪魔だったからに決まってんだろう。トシスラ様はこの新月の藩主になりたかったんだよ。くだらねえ。下がれ。そのようなざれ言、耳が汚れる。ざれ言じゃねえ。お前らこそなんでわざわざ新月なんかに来たんだ。ここにお前らを待ってるやつなんかいねえ。味方してくれるやつなんか一人もいねえんだぞ。いる。ヒヨウたちがいる。これより先はご不審お奉行並み黒金様配下の者以外は通行まかりならぬ。その黒金様のお客分、マスラオ様にお取り次ぎを。国元よりお子が参られたと。マスラオ殿にお子が？聞いておらぬが。マスラオ殿だってやっぱ偉いんだ父ちゃん。どうする？何すんだ。先の藩主の家老富樫の息子ではないか。とっくに城を追われた者が何を企んでおる。なんだと。主らこそこの奥に隠し港を。マスラオ殿の名を語って入り込もうとしたか。おい、今のうちに逃げられよ。そなた、江戸より雪あぎみと花姫君をお連れした者。雪あぎみを。さあ火を立ちろ。早く逃げろ。これ行かない。火を。だってこの先に父ちゃんがいるんだろう。火を、今は会わん方がいい。俺たち、俺父ちゃんに会うために旅してきたんだ。だからここで下がるのは嫌だ。おろしら、行け。どういうことです。雪や君はご健在なんですか。ああ、多分だが。やつらめ、お前ら本当は何者だ。言っただろ、これは天下一のからくり師マスラオの息子ヒヨウだ。されているのですか。国を富ますためだ。しかし、もしお上に知れたら。薩摩や加賀などもやっていることだ。第一、この隠し港へはたとえ隠密だろうと決して入れぬ。この時代すでに始まっていた外国との貿易はその場所が限られており、外国船が勝手にどこかの藩に横付けしたことが知られれば厳しい処分を覚悟しなければならなかったのです。なんで？当たり前だろう。ここは俺たち風神の根城だ。根城？なんだよそりゃ。だってここには父ちゃんが。若おかしら、お逃げください。赤の子が。若おかしら、後ろ。若おかしら、お二人の居場所を教えてもらいます。なんだ、どうしたんだよ。風神同士がなんで。みんな飛び込め。みんな無事か。もう一度潜れ。あれ、みんなは。赤、こんなことをしてただで済むと思っているのか。はい、これは大頭のご命令ですから。何？親父殿が。観念してください。力ずくでもお教えいただきます。ふざけるな。親父殿がお前に俺を襲わせるものか。ならばお確かめになりますか。なんならお連れしましょう。無駄です、若おかしだ。
を助けたのか。うわ、何してんだ。俺はお前を助けるなんて言ってねえぞ。いいから早く行けよ。ほら、また来たぜ。うわっ、若岡氏が抜けるんだ。行くぞ。先生、バケバケ。お前、あの時の。みんな、みんな。みんな、みんな。なんでこんなにいっぱいいるのよ。行くぞみんな。だけどなんで風神同士で喧嘩してんだよ。お前なんか悪いことしたのか。せえ、余計な手出しをしやがって。 あれお前嵐じゃねえか。お前風神だったのか。そうだ、風神だ。驚いたか。お前らの敵だ。村を襲い、でかいからくりで逃げるのを追い続けた。お前らを根絶やしにするためだ。おい、聞いてるのか。お前さ、風神やめちゃえよ。な、何言ってんだお前。だってお前、からくり好きじゃねえか。俺、風神って嫌いだよ。からくりはすげえと思う時もあるけどさ、あいつら人殺しだもん。俺もそうだ。俺もお前らのからくりをぶっ壊すために何度も襲った。だってお前からくりで助けてくれたことあるじゃねえか。助けたんじゃねえ、俺がぶっ壊すためだ。同じだよ。同じじゃねえ。同じじゃねえこと分からせてやる。俺の作った巫女と勝負しろ。いいぜ。分かってんのか。お前の甘ったるいからくり勝負じゃねえ。どちらかが完全にぶっ壊れるまで戦うんだ。なんでそんなこと。決まってんだろ、楽しいからさ。楽しくねえよそんなの、俺はやだ。逃げるのか。雪ヤギ見た花姫がどうなっても知らねえぞ。なんだよそれ、どういう意味だ。お二人は俺が捕まえた。助けたければ俺の巫女と戦え。なんだよそれ。どうするんだ。やってやる。だけど俺が勝ったら、お前風神やめろよ。なんだあいつら。大丈夫。みんな無事だったんだ。夕方、川の北側の浜で待て。ああ、若岡城。ここ、ここ。何かあったのか、ヒヨ。もうすぐ父ちゃんに会えるね。ああ、多分な。花ちゃんとユキヤも助ける。それで全て元通りだね。ああ。雪だ。通りで寒いと思った。来た。長岡の都で見たやつと新しいからくりだ。うん、花ちゃん、雪よ。いや、逃げよ。我らのために戦うことはない。助けてやる、必ず。行くぜ兄ちゃん。いや、なぜこんなことをする。ヒヨウの気持ちがわからぬのか。ヒヨウはお前のような奴でも友達になりたいのだ。友達？お前とて同じはずだ。こいつらを下ろせ。え、しかし。いいから下ろせ。奴と戦えればお前らに用はない。どこへでも行け。我らを助けてお前は無事で済むのか。お前じゃねえ、俺は嵐だ。でかい体でそれだけの力しか出せないのか。それでは俺の巫女は壊せん。
この剣を使う気だ。4つのスチームエンジンの力を合わせてるんだ。嘘、父の見た夢、からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。